はい、皆さん、こんにちは。参議院議員の音北俊です。今日の Vlog はですね、オリンピック・パラリンピックの話をしたいと思うんですけども、私ね、もう非常にこれ怒ってるんですよ。もうね、けしからんと。私は取り替え議員を、えー、約7年間やってきて、 2013年、オリンピック・パラリンピックが招致された、その瞬間からずっとこの都政の中で、オリパラの課題を割ってきました。それでオリンピック・パラリンピックを扱う特別委員会でもやってきたので、まあ、この国会議員の中では人一倍ですね、このオリパラに、この思い入れを持ってやってる人間なんですけども、そのオリンピック・パラリンピックのね、まあ、最後の予算案、来年、もう来年ですから、こので、バージョン4、V4 予算と呼ばれるものが、先日12月下旬に発表されましたで。これがですね、もうとんでもないものがまた出てきまして、よかったらググってみて 見ていただきたいんですが、もう10億円単位。 で、またね、何個かの10個、20個ばかりの項目に、10億円単位でこれに何百億円、何百億、何百億、トータル何千億円。みたいなですね、ガサツな数字が並んでるわけですよ。でそれ自体も、本当にもうどうしようもないというか、民間企業においてね、何、1兆5千億円ぐらいのプロジェクトやりますっていうので、10億円単位の予算案しか出てこなかったら、お前ふざけんなと、こんなどんぶり勘定で臨機通せるかいって、上司から突っ跳ねられることは間違いない。もうだからそんなのは、論外なわけで、しかもそれ税金ですからね。 ならないわけですけどもさらに私の怒りのポイントとしてはこれ去年ね同じ議論をやったんです V3 予算バージョン4の前のバージョン3の時に私はまだ都り会議員でまさにこの予算が出てきた時に委員会で審議を質疑をしてましてで50億円単位だったんですでさすがにそんなのはありえへんだろうっていうことで当時の与党の都民ファーストの会も苦言を呈して10億円単位まではブレイクダウンした分割した予算が出てきたとでもそれでも明らかにこのザルみたいなどんぶり勘定だからもっと細かいのを出せということをですね もういろんな会派いろんな議員が委員会でワーワー言って、やっぱね、この2年後のことだから、なかなか先は見通せないと。ただ来年になれば、もうさすがにね、来年の予算案ってなってもう本、う本ちゃんの予算ですから、細かいものが出せるようになっています。みたいな答弁をね、まあ、直接的にそういう言い方じゃないですけども、内容としてはそういうことを言ってたわけですよ。だからさすがにね、もう9ヶ月後の、 8ヶ月後かも、の、ものだから、細かい予算が今回はさすがに V4 では出してくるだろうと思ったらですよ。思ったらほとんど V3 と変わらない予算を出してきたと。これはですね、当時の私たちに対しても騙し打ちですし、もう来年に迫ったイベントで、まだ10億円単位しか予算が出せないなんてことはありえないわけですよ。だってもう契約が済んでるものがたくさんあるわけですから、契約してるものをとりあえず、もう数字固まってるものを積み上げていけば、1円単位まで発数出るわけですからで、決まってないものの大雑把な数字をそこに入れれば、何点何点何十億、 何百万何千円百万みたいなとこまで絶対出せるはずなんです,です私は国民の税金をこれだけ入れてやる以上はそこまでやるべきだと思いますしできないんであればなぜできないのかということをもっとちゃんと説明しないと本当にこのオリンピック・パラリンピックというのは税金が過剰に使われる、まあ、無駄遣いとまで言わないですけども本当に損をしたおかい損なものになってしまいますしオリンピック・パラリンピックが終わった後ですねいろいろ精査したら ああ、とんでもない無駄をやってしまったと。そして、負のレガシーが残ってしまったということになりかねないと思っています。なので、今回ちょっとあんまりね、大きな、去年の V3 は結構ニュースになってたんですが、僕は都政にないからかもしれないですが、ちょっとあんま V4 予算、大きな話題になってないなと思うんですけどもえ、本当にですね、この皆さんが納めている税金がですね、もう食い物にされるかもしれないと。有識事が起こっているということで、私も国政の立場から、この組織委員会と東京都の予算に関してはしっかりですね、見ていきたいと思いますし、そのよ、 模様もですね、しっかりご報告させていただきたいと思いますので、ぜひ引き続きですね、皆さんも世論でバックアップをしていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げまして、今日の Vlog としたいと思います。それではまた次回、さよなら。